技術レベルアップ講座講座紹介動画の視聴ありがとうございます私レック専任講師根本障子と申します私が1月から担当する技術レベルアップ講座について紹介をしていこうと思いますまずこの講座ですがもう技術の解き方解き方の知識が全くないという方を合格答案を作れるところまで引き上げるこれがこの講座のコンセプトになっていますもうちょっと言いますと 今の現状はこの右斜め下で構いませんひな形をある程度書いたことがあるというレベルで全く問題ありません完璧の必要もないですこの方々を1月3月こういう形で徐々に徐々に強くしていきますこれをやろうとするのが 私は担当するキースレベルアップ講座というものです。具体的には三つほど特徴があります。一つ目、ゼロから手取り足取りという方が学べます。まさに手取り足取りです。この書面はここに注目するんだよ。こういうところが読むんだよ。これがあったらこういうところ気をつけようね。一枚一枚を ゼロから説明していきますこれは答えが分かった上での解説ではありません初見で見たときにどこに注目しながら読んでいくのか実際私がどう説いているのかそれを説明していきますでこの講座自体は私の初級講座担当する初級講座のものを配信します なので本当に小学者の方が、えー、こちら技術の力をつけるための講座になってますので本当に基礎の基礎から学べるようにしています次「解き方を実践していくこと自然と解き方を身につけていく」「自然と」です講義の序盤では解き方を説明します「こうやるんだよこうやるんだよこうやるんだよ」こうやるんだよ 講義の中盤では、こうやるんだよね。じゃあ、この書面やってごらん。講義の終盤あたり、最終、7、8、9、8、9、10あたりかな。になると、うん、じゃあ、この書面、やること分かってるやってごらん。こんな感じでやってきます。なので、講義は全部で10回あります。この10回をやっていくこと、講義を聞いていくことで、自然とやり方が身についていくというような仕組みを、 取ってますそしてこれは解き方だけでなくいろんなテクニックコツももちろん紹介します元本確定をどう見抜くのか名変あったら何をチェックするか役員図って作ると無駄ですよというような話そういったテクニックなどもご紹介していきます これが私が担当するキーズレベルアップ講座です。もし、キーズ、解き方等、本当に不安だと、全くやったことがないという方、10回と少し長めですが、ぜひ参加してください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。